カリウドさん大変よ。強大な力を持つモンスターがドンドルムに襲来したわ。もし手が空いていたらクエストカウンターから迎撃戦を受注して町の防御に力を貸してちょうだいね。どれどれ、いかほどか。うわははは、普通に強い。え、極限化セルレギオスが町に来るんだ。はい、ということでどうも皆さんこんばんは。アルセウスに浮気していた吉田です。現在ですね、虫歯治療で麻酔したから顔の半分が動かんくて、動かないです。だからちょっと、なんか喋れないところがあるかもしれないわ。なんか現状ね問題ないけど。でさ、面白いのがさ、リップを塗ってみたんだよ。で、左側からこう塗って、顔面の右に差し掛かる部分でもう無なんだよね。でも指は動いてるから絶対濡れてはいるの。うわー、科学の力はすげえなーって思ったね。知らんけど。では参りましょうか。高難度時を回りて戻りきよ。 G級シャカルマガラ。あー、初めから試供品あるんだ。じゃあ余裕だろ。戻りの回りあるしね。喋れで。顔の右側が動かねえ。あー、こいつムービーないんだっけ。ストーリーでしかないのか。ちょっと見たいよな、シャカルのムービーね、毎回ね。赤もどうかみたいな感じで。で、ここは一旦、1ゲージだけ、糊を蓄積。で、怒ったら、あれだわ。茶色を取って乗るっていう。完璧な作戦。地雷来るぞ。大丈夫。大丈夫。なんかちっちゃくない？ちっちゃいよね、これね。で、茶色。すぐ怒ると思うんだけど。このブレスなら顔面を。で、あぶね！でも今のかわし方めっちゃうまかったな。で、乗る。あ、乗れないかまだ。これでいける。ね、うまくない？挑戦者をしっかり発動してから乗る。あー、こいつ高級耳栓か。まあ問題ねえわ。乗りマスターだから。そう、乗りマスターだからね。はい、会心、弱点特攻、会心、弱点特攻、会心。で、こいつって火通んなかったっけ？俺、リオレウスのコンしか今強いのがなくてさ、これできてるけど。こいつ火通った気がする。で、ここゴリゴリ攻める。神。で、位置調整して顔面。おい、おいおい、マジで終わっちゃうですぐ。ほらほら、乗るべきだなぁ。いける。いけない。おー、いける。すごい、復帰一発目とは思えない狩りだな。しかもあれだよ、顔面右縛りだからね。ん？右顔面縛りだからね。いける。ほら、ダメ。あー、これはさすがに回復だな。あかんわ。エキス切れないかな。いやー、ちょっとこれは、じゃあいいじゃん。じゃあお前がそういう感じなら俺もう帰るわ。切れた。さ、ピカピカになって帰ってきたよ。帰り際の種も、リセットしたし。白。ここはか。あい、うまい、冴えてるねー。ノリは蓄積しなくていい。ここ殴って、地雷を、ジャンプで、避ける、かっこよ。あれって、怒り死の方が早いな。なんかさっきもっと早かった気がする。乗るなよ。オッケー。てぇ、危ねえ！蓄積だけでいいんだよ。まずは怒らす。大丈夫。ジャンプ！完璧。ちょっとやばいって。門みたくなってたもん、今。ジャンプで方向を避けて、茶色を降りてきたときに、絶対に取り、ここで乗る！完璧だよ。やばいな。少し離れたことによって欲しいから、ちょっとね、なんつうの、慎重になったからね、逆にそれがいい感じに出てるわ。やっぱ連続でやってるとね、人って慣れるんだよね。で、慣れると人って油断するから。すなわちそれ人よ。出るね、会心！
そう、顔面殴れねえ。やばい。大丈夫。いやー。待ち地雷。待ち地雷が強っ。危ない。じゃ、もう、地雷じゃん、本体。これ。大丈夫。えこれやっただけで3個地雷出てくんの？ちょっと待って。また、とんでもねえな。え、暗いすぎ。あれ？小指殴られただけでめっちゃ食らったんだけど。大丈夫。いやー、マジか。うまく狙ってきたね。岩先輩の間を。ちょっと待って。おい、地雷おかしいって。これ G 級になってから地雷2倍になったか？こんなに地雷食らうイメージないよ。うわー、殴れねえ挑戦者なのに。もったいなすぎる。ねえ、ちょっと待って。足よ、おい！こんなん狩りにならねえべな。おい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 。ふざけんな！もう殴れるときにどこでもいいから殴んなきゃダメだな、これ。でも焦ってるとこうなると。カメラワーク変えた方がいいか。飛べ！あ、飛ぶ！よし。で、ノリを、蓄積できないか。赤。白。よっしゃー！赤。完璧。え、これ割とマジでさ、もう3分の2ぐらい削った快感じゃねえわ。体感なんだけど、なんだ快感で。3分の2ぐらい削れてないかな？ここは茶色じゃなくて、普通に、ノリを蓄積していく。おーい、まだ降りたばっかでしょうがよー。これは届かない。俺の考え言ってる。届いたな。これ狙われてたら届いてたね。危ねえわ。ほら、ほら！ナイスカシーン。大丈夫。じゃない。なんか思ってるあれだね。あの構えするとき、クラウチングスタートするじゃん。で、クラウチングスタートした瞬間に、ちょっとね、左にずれるんだよな、こいつ。やばい！これってホーミングなんだ。なんか狙ってきてると思う。地雷ね。おかしいよ。連続で攻撃するのはやめよう。一発殴ったら、回避して、ほら、これホーミングじゃん、今の。大丈夫。で、ここでそろそろ、茶色回収。いやー、ほら、ホーミングだよ、やっぱ。これちょっと岩先輩にも思ってみる、思ってもらおうか。で、エキスはまだ長いから、一旦飛ぶ。これなんならグレード飲んでいいかな。あぶねえ。ちょ、避けらんねえよ、そんな。オセロみたいなことしやがって。転ばねえかな。ダメか。かすっただけで食らいすぎじゃねえ。いや、いけるいける。これ2連続ジャンプ、そう名付けたよ。当たんなくなっちゃったな。なんだこれ。大丈夫、いける。オッケー。で、後ろに探りながら、もうワンかい、マジか。いや、ちょっとあれだな。武器を回すのが早すぎる。もうちょっとこう、停止線になってから、降りた方がいいな。で、恐竜化エキス克服。どうだ？うわー、この辺だと思うけど、もうなるでしょ。挑戦者松尾してるから、来たー！オッケー！まだ3回か。あと一回ぐらい乗れそうだけどなぁ。これご了承いいか、めんどくせ。こんな簡単にご了承ができる。そう。乗りマスターなら。配信です。で、ここで一旦止める。わぁ、これ上手くね？止めたの
めっちゃうまかったろ。で、これは行く。あー、行けない。あー、帰るわ。パッハ、マジでさ。なんでこんな小指でどつかれただけで片足なくなっちゃうの、俺。飛んじゃったんだけど。鬼滅の刃みたいに。マジで。なんか、顔面の右半分が動かないからさ、マジで水飲めない。なんかね、変な感じになっちゃう。わかる？口見せて。全然見えん。これもう終わるだろう。あ、ほら、足切ってるもん。いや、これどっちが強い？小中軍が強いのか、俺が強いのか、それとも麻酔が強いのか。俺的にまあ後者だと思うんだけど。乗る必要ねえか。もう残念だよ。お前は、乗る必要もないと俺に言われるぐらい弱い。で、ジャンプで、方向回避。回収して、お前の G 級素材もらおうかな。チップ破壊して。くれよ。お前の弾。やばい、画面に当たっちゃった。いや、これ、体まで判定あんだな。くれよ。いや、尻尾壊すなら乗った方がいいか、これ。死ぬなよ！来たー！これで切れねえかなー。あー、育児らしい。こう、なんだこれ、虹って、なんて読むんだ。いや、シャバル弱かったな。てか多分ね、火が通ってたよね。こんな早く終わることあるか。重覚合上層でこれ、ね、公共用京都山んか、合格基本報酬で出た。太鼓流骨。あー、大したことねえな。いやー、来たねー。あれ？ダルアマディル足当たりかなと思ったら、混沌ゴアマから強化個体か。無王なんたる行々。4巻目の古文書の解読に成功したか。ふむふむ、なるほど。これは古文書婚という名の古文書のようだ。ここをなんと黒色竜について記されておるわ。ふむ、しかもただの黒色竜ではないようだ。主が以前緊急クエストにいてまみえた異形のゴアマから。その中でも突出して凶暴なものが存在することが示されておる。さて、混沌を突き進む怪獣どよ。うめくものを目覚めさせし、主を称え、その証を授けよう。これをもって、主は、聖教なるゴアマガラ狩猟のクエストが受注可能となった。ふむ、それでは主に五巻目の古文書を託しておこう。解読に成功した主を待つのは、まだ見ぬ地平である。健闘を祈る。